じゃこんにちは、豊さん。何？あ、今日はまた洋服が変わりましたね。ポロシャツになってる。 T シャツが多かったじゃないですか。ああ、そう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 。今日ポロシャツですね。なんでダメなのかい。いや、なんかほら、ずっと T シャツ見てたから。まあ、襟付きがいいかなみたいな。あ、いいですね。また雰囲気変わって、衣替えした感じでいいと思います。あの、今これまで豊さんのチャンネルで、はい、例えばこういろんなね、打順を組んでみたっていろんなパターンでやってきたじゃないですか、はい。まあ、最近だと例えば大阪桐蔭出身 PL 出身の野球選手でオーダーを組んでみたみたいな、はいはい、やったと思うんですけど、今日は、はい、左と右、左打者、はい、右打者、これでちょっと打順を組んで競えないかなと。いや、これね、意外に難しいよ。はい難しいです。限定的には、はい、まあ、例えばさ、うん、王さんがすごかったとか、はい、張本さんがすごいとか、うん、でも対戦してないからちゃんと、うんうんうん、で見てはいたけど、はい、でも実際グラウンドの中で行われたりとか、うん、開催者となって見た時、うん、やっぱすごいなと思う選手で組まないとさ。そう、リアリティーない。いや、もうそれだったらさ、うん、もう成績見た順で選んでいっちゃうじゃん、うん。それはちょっと味気ないというかつまらないですもんね。そうだよね、うん、そうなんですよ。だからそれは除きました。あ、わかりました。はい、はい、で、これどういう体勢にしたらいいんですかね。左と右どっちが、どっちの打順がなんかこうゲームで勝ちそうかっていう。あ、そうだよね、感じですよね、まずは。あ、うん、私も考えました。お前も考えたの？また考えました。だって自粛生活だから時間あるんで。そうだよ。じゃあ、じゃあ発表し、差し上げるよ。あ、いけます。 ありがとうございます。まず右からいきますか、私。あ、右からね。はい、1番山田哲人選手、はい、2番坂本勇人。ポジションも言ってけよ。ポジションも。ポジションも。そりゃそうだよ、お前。ポジションが、俺それで悩んだんだから。あ、この人入れたらこれが入らないとかさ、ポジションで選んでいった。わかりました。じゃあ山田哲人選手なので、じゃあちょっと待って、これちょっと待ってよ、どうしよう。山田哲人選手を、じゃあセカンド山田哲人選手そのまま、はい、で2番が坂本勇人選手、まあショートですよね、はい、で3番が、鈴木誠也選手、これセンター。鈴木誠也がないるな。そうなんです、鈴木誠也選手いるんで、うん、でセンター、はい、で4番が落合博満選手、博満さんですね。だから落合さんを、はいはい、サードで、5番を清原選手でファースト、はい、これでもそうすると外野がいなくなっちゃうんだよね。6番中村武也選手、外野できない。できないんですよ。いやいや、ほらほらほら。そうなの、打順をね、出しきしか考えてなく、ちょっと打順だけ言っていっていいですか、ちなみに。で、6番が中村武也選手で、で、7番に、小久保選手。で、8番に内川選手。お前、それじゃ悩まないよ。俺、めちゃくちゃ悩んだもん、お前。これ、ポジションって言ったらもっと悩みますね。ちょっと、じゃあ俺が言っていくよ。あ、ゆたこさんお願いします。それじゃあチームなんないもん。ならないな、これ外野がいないわ。そうでしょ、はい、外野に打たれたら抜けちゃうよ全部。もう負けますね完全に。そうだよ。はい、お願いします。1番はい山田哲人、セカンド、はい、2番ショート坂本、はい、一緒だ、ここまでは。3番センター、はい、秋山、あ、秋山浩二さん、はい。4番ライト山本浩二、おお、はい、俺はちゃんと対戦してるからね、浩二さん。そうですよね、リアルタイムで。で5番ファースト、うん、落合、あ、落合さん、はい、はい、で6番はいレフトラミレス、あ、ラミちゃん、はい、うん、6番サード村田、あー、そっか、はい。で8番キャッチャー古田選手、あー、でピッチャー、あ、ピッチャーもいや、ピッチャーでバッティングのいい人だ
お、前田健太投手とか。いや、これは平松さん。平松さん、あ、そっか、平松さんバッティング良かったって言ってました。現役時代、平松さんは25本かなんかホームラン打ってるからね。あ、そっか。うん、まあ、堀内さんとかもすごいバッティング、うん、3打席連続とか打ってるんだけど、はい、これ堀内さんのバッティングを実際に見たことないけど、はい、あの平松さんのはあるん、一緒にやってたからあるから、うん、だから平松さんの印象がすごく強い。おー、ちゃんとポジションもぴったり当てはまってますよ、豊さん。いや、だから俺悩んだって、出てこないんだもん。で、何が難しかったですか、やっぱ考えてる中で、今回のこの右って。バランスだよね。バランスというよりも、はい、強打者でしょ。はい、だある程度ホームランも打てながら、うん、率も残せながらっていう、うん、これ外国人、あの、この強打者っていうのは、右の強打者っていうのが、うん、意外にやっぱりこう外とか外野手に多いんだよ。でもあれですね、小久保さんとかは入れてはこなかったんですね、豊さん。小久保と村田を考えた時にさ、はい、やっぱ村田の破壊力の方があるのかなっていう。ああ、村田さんの方のが破壊力がある。確かに小久保っていうのも考えたけど、はい、小久保だったらやっぱ村田の方がパンチ力もあるしね。ああ、そっか、そうなんですね。そう、うん、で過去をさかのぼると、例えばキャッチャーだったら野村さんは外せないよなって。そうですよね。でもそうなってくるとさ、もう過去にさかのぼってもう成績で選んでいくっていうのはやっぱつまんないから、うん、だから俺とやっぱ対戦したり、俺が辞めた後活躍してる人たち、はい、を、まあ、だから山田哲人もそうだし、坂本勇人もそうだしさ、はい、まあ、村田もそうかな。そうですよね、うんうん、でも他の人間は、うん、人たちは対戦してるからさ、うん、やっぱすごかったよ。いや、じゃあこのもうここは最強の右で打順とポジションが組めたなと、豊さんの中での。わかります。じゃあ今度左行きましょうか。バーサス左です。左が難しい。どうしました。左がね、うん、やっぱ外側いるんだよ、うん、例えば二遊間とかさ、はい、こういうところに破壊力持ってるやつがいないんだよ。ああ、やっぱどちらかというとスピード系とか、はい、だから決めかねてるポジションが一つポジションがあるんだよ。私左一人も内野いない。嘘、いないだろ。いない。いや、そんなもんなんだよ。ちょっと私の打順だけちょっとさらっと聞いてもらってもいいですか。全部ね、これ安倍さん以外は全部外野になっちゃったんですけど、で1番イチロー、うん、で2番柳田選手、ああで3番が大谷選手、大谷翔平選手ですね、うん、で4番が、松井秀喜選手、うん、で5番が松中選手、松中さんで、6番が阿部さん、うん、で7番が金本さん、うん、で8番に青木宣親選手、うん、全部外野です、阿部さん以外。いや、だからそんなんだったらチームなんないじゃん。そう、ないやいない。だから難しいでしょ。難しい。それじゃ勝てないでしょ。いや、ダメですね、外野一人もいない。すいません、豊さん、じゃあお願いします。まあ、1番ライト一郎。ああ、ライト、はい。2番ショート福留。え、福留さんショートに持ってきたんですか。いや、だって若い時ショートだもん。コンバートされて外野に行ってるから。あ、そうなんだ。いや、だからもうこういう風にやっていくしかないんだよ。あ、そういうことですよね、つまり。ああ、はい、だから福留をショートに持ってくる。はい、で3番レフト金本。おお、はい。4番センター松井。はい、で5番キャッチャー阿部。はい、6番サード掛布、はい、あ、そうだ、掛布さんだ。はい、7番ピッチャー大谷。はい、大谷翔平。大谷翔平選手、はい。で8番キャッチャー森。え、キャッチャー2人いるんですか。いや、新之助があれだもん、ファーストだもん、コンバート。ああ、キャッチャーじゃなくてファーストなんですね。はい、あ、俺キャッチャーって言っちゃった。うんうんうん、ファーストの方で。ファースト、はい、でキャッチャーは森。はい、8番。うん、で9番セカンドに、うん、これが強打者っていうのがいないんだよ。どういう選手ならいました？いや、左でしょ、うん、
まあ篠塚さんとか。ああ。ああじゃない、俺忘れんなよ、お前。お前が一番。ゆうたけさん、ゆうたけさん。お前、なんだよ。俺忘れんなよ。ごめんなさい、そうですよ。セカンドといえばゆうたけさんだ。左がいないんだよ。左の強打者ってことですよね、セカンドで。あ、そういえば落合さんは、はい、セカンドやってたぞって言ったら右でしょ。そうそう、右なんですよ。そうだ、うん、原もルーキーの時セカンドやってたと思ったら右なんだよ。セカンド右が多いんですかね。いや左が多いんだよ、だからいないんだ。まあ強打者はね、強打者は、うん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 。誰にする？豊さんでいいじゃないですか。ここは高木豊にしましょうよ。いやいや、篠塚さんというのはこう、はい、なんていうの、すごいこうアーティスト、アーティストじゃないな、こう芸術的なバッティングだったけど、はい、のなんていうの、パワフルではなかったからね。ああ、で決して俺もパワフルじゃないんだよ。うんうんうん。パワフルじゃないけども、まあ篠塚さんよりはパワフルだったかな。うんうんうん。そしてこう。まあここパワフルプラスこうスピード感とかもあるっていうことで、豊さんからのイチロー選手につながるっていうこの打順でいいじゃないですか。なんでお前が決めてるの。ちょっとこれ俺入れてくれる、あと思い浮かばないんだよ。左で入れましょう、入れましょう。もうここは、いやもうコメント欄に書いてほしいわ。誰かいない、お前じゃないよ、こいつがいるだろうみたいな。お願いします。皆さんが考えるね、そこは。セカンド、まあとりあえず俺にしとくわ。あ、じゃあここは豊さんが9番。9番で。はい。さあ左と右。あのスイッチだけでも考えたんだよ。スイッチだけでもそんな組めました？俺ね、スイッチすごいんだよ、やっぱ。わ、ちょっと、それでポジションも考えた？打順はちょっと決めてないけど。はい。まあピッチャーのスイッチっていうのはさ、まあとりあえず置いといて。うんうんうん、まあキャッチャー木村拓哉。あ、はいはい、亡くなっちゃったけど、ね、ライアンツにいた、はい、そうそう。でファースト、はい、高橋義彦。あ、そっか、義彦さん、そうですもんね、うん、まあ、はい、ファーストではなかったけど、これコンバートという意味でね、はい。でセカンド西村。あ、あのロッテのオリックス監督のね、はい、うん。でサードに西岡。西岡選手もスイッチか、そっか。西岡もスイッチ。はい。で、ショートに松井和夫。はい。で、レフトに、はい。金城。あ、はい、金城さん。で、センターに山崎隆三。はい。元広島ね。はい。で、ライトに平野健。あ、はいはい。おお。いやだからすごいよ、だって吉彦さんは盗塁王と、はい、連続試合安打の日本記録持ってるでしょ、はい、西村首位打者と盗塁王、盗塁、うん、あ、西岡もそうだよね、はい、松井和夫はトリプルスリー、そうですね、でベストナインとかも結構取ってますもんね、皆さん。金城は首位打者、はい、すごい。だからもう結構ね、この打順、このメンバーっていうのも嫌だよね。ですよね。でその時々によって変えてくるってことですもんね、スイッチヒッターだから。いやだから左が出てきたらみんな右に行っちゃってるから。面白いよ、面白いですね。じゃあ番外編も含めて、じゃあこの3チームで、はいはい、豊さん考える3チームで左右スイッチ、ちょっとどこが勝ちそうなのか、皆さんぜひ、そうだね、はい、書いてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。